モース。霊の類かどうかはわからないけど、俺が10年前に体験した不思議な話を一つ。とある地方に、仕事で出張していた時の話。仕事柄、現場で打ち合わせをして、その製作品を下請けの工場で作らせて、再度現場に持っていく、または送るので、初めての土地に行くことがほとんどだった。そして今回も、初めての現場に打ち合わせに行くことになった。その現場は、とある山にあるラブホテル街の一つだった。当時まだ若かったので、止まっている車を横目に見ては、人が仕事してるのに昼間っから、と悪態をつき、現場に到着した。当初、打ち合わせなんて半日で終わるだろう。帰り際にしないで美味しいご飯でも食べて帰るか、と安易に考えていた。しかしそれは大きな間違いで、今回の現場は大幅に時間がかかることになった。夜7時を回って、一旦食事を取りに行こうと休憩になった。おのおの別々に食事を取る形になり、コンビニか飲食店を探しに出ようと思い車に向かった。車に乗る際、ふと、ホテルの裏の山肌を見ると、小高い場所の向こうに、民家が数軒立ち並んでいるのが見えた。普段なら気にも留めないのだが、その時はなんとなく気になって、下から目を凝らしてその民家を遠目に見据えた。すると、裏手に見えた民家、正確には屋根は、すっと消えてしまった。いや、さらに闇が濃くなって見えなくなった、と言った方がいいだろうか。ちょっと驚いたけど、別に見に行く用事もないし、必要性も感じられないから、車を走らせてお店探しに向かった。向かう途中に、深い森の向こうに鳥居が見えた。闇が濃くなって見えなくなった家屋に、夜闇に紛れてもはっきり見える鳥居。すでにその時、俺はもうおかしかったのだろうか。不思議な感覚に陥りながらも、市街地へ向けて走り出したのだった。気がつくと、俺は病院のベッドに寝ていた。何が何だかわけがわからなかったのだが、休憩に車を走らせてからすでに2日経っていた。その間、俺は何をしていたのだろうか。記憶をたどるが、当然出てこない。一緒に打ち合わせに参加したお客さん、仮に T さんに後で聞いたのだが、T さんが食事を取りに下山しようと車に乗り込むと、駐車場で山肌を見ている俺がいたそうだ。何か様子が変だったので、一緒に食べに行かないか?と声をかけてくれたそうだ。すると、俺はまっすぐ岩肌を向いたまま、おう、モース、と大声で言い放ち、車に乗って、山を降りる方向とは違う方向へ向かってしまったそうだ。これはやばい、と感じた T さん、一人で追いかけることをせずに、一旦職人の集まる現場へ戻り、数人で俺の走り去った方向へ探しに出たそうだ。そして車で数分行ったところに民家があり、そこの入り口に、俺の乗っていた車両車が止まっていたそうだ。結局、俺はその民家の軒先にうつ伏せに倒れていて、そのまま T さんたちに運ばれて病院に連れて行かれた。T さんが言うには、その時の俺は右手に髪の毛を握りしめていて、俺の後ろ髪の下の方がごっそり抜き取られており、血が滴っていたそうだ。今では俺は何ともなく仕事をしているが、あの場所が何だったのか知りたくもないし、確かめに行きたくもないので、考えないことにしている。ただ、俺の頭は今でも坊主狩りだ。半額の理由。相場の半額の家賃の部屋に住んだことがある。過去の住人は3ヶ月持たずに出て行ってた。曰くつき。幽霊なら子供の頃から見慣れてて平気だと思ってた。まず現れたのは、血まみれの兵隊さん。ビジュアルはすごかったけど、敬礼しながら立ってるだけだったので、慣れたら平気だった。でも本当の恐怖は、
1ヶ月後くらいに現れた。生まれて初めて、幽霊に殺されるって思った体験をした。夜、寝ていたら金縛りに遭い、武士の霊が現れた。お前も同じ目に合わせてやる。そう言って刀で刺された。痛みや出血はないんだが、刺されたところから体温というか、エネルギーみたいなものをどんどん吸い取られていくんだ。みるみる体温が下がっていく感じで、このままでは死ぬ、殺されるって思った。心の中で、守護霊様、助けてください、って念じたら、武士の霊の後ろに、白い着物姿の女性が現れ、武士の霊の襟首を掴んで俺から引き剥がした。その時の、うげえ、っていう武士の霊の声は、今でも忘れられない。翌朝から原因不明の低血圧。朝、目が覚めた時点で貧血みたいな状態で起き上がれない、というのが数日続いた。這うようにして病院に行ったが、検査結果は異常なし。体の不調は2ヶ月続き、結局仕事を辞めて実家に帰った。帰る新幹線の中で不思議なくらい元気になり、実家に着いた時には体は何ともなくなっていた。アパートを引き払った時に管理人に聞いた話では、俺の前の住人も、その前の住人も、体の具合を悪くして出て行ってたそうだ。みんな、あの武士の霊の仕業じゃないかと思ったよ。守護霊未満。数年前に亡くなった祖父の話。婿養子だったので若い頃には色々と苦労もあったらしいが、酒好きで社交的なじい様だった。葬式には、式場の人がびっくりするほどたくさんの参列者が来てくれたほか、天気予報では降水確率 0% だったのに、急なにわか雨からの出棺の時に見事な虹が出たのが印象的なくらいで、その後は家族の夢枕に立つこともなく、あの世ライフを満喫してるんだろうなぁ、と言っていた。祖父が亡くなる少し前から母親が体調を崩していて、葬式の時もかなりしんどそうだったのだが、発盆が過ぎても良くならず、むしろ悪化する一方だった。更年期と鬱のダブルパンチとのことだったが、あんまりしんどそうなんで、知り合いの勧めで拝み屋さんっぽい人のところに行くことになった。家族全員で来てください、と言われたので、両親、祖母、自分の5人で、八丈間の中央にきらびやかな祭壇っぽいものがある部屋に通され、出てきた拝み屋さんというのはかなり高齢のおばあさんだったが、こっちを見るなり、ああ、みたいな顔になった。いわく、亡くなったおじいさんが、具合の悪いお嫁さんを心配されて、ついてらっしゃいます。ただ、具合が悪くなったのは、おじいさんが亡くなる前からではないですか？心配したまま亡くなって、そのままついていたため、ちゃんと修行をなさっていないので本来なら守護するところが、逆にお嫁さんの負担になってしまっています。つまり、成仏してから子孫を見守るのが守護霊なんだけど、ちゃんと成仏しないまま母親に乗っかってた。重い。と負担になっていたと。母親は嫁入りして以来ずっと祖父母と同居していたんだが、自分も婿入りで苦労しただけに、祖父的には色々と心配だったらしいのだが、その心配が完全に裏目に出てる、という拝み屋さんの解説を聞いて、母親と自分は、守護霊なのに逆効果って、とポカーンとなり、祖母と父親が、あの人何してんだ、と遠い目になってた。そういえば手先は器用だが、何かするたびに必ずどこか怪我したりするうっかりじいさんだった。とりあえず、祖父には修行をやり直すために、一旦あの世に帰ってもらいましょうとのことで、お祓いっぽいものを受けてつつがなく帰宅。その後は、母親がいきなり回遊、とはいかないものの、水すら飲みたくないというほどの最悪の鬱状態は脱して、徐々に起き上がれるようになってきた。あと、お祓い後に初めて祖母が祖父の夢を見たとき、
照れくさそうに笑ってるだけだったそうだ。真面目に仏様の教えを聞いてきなさい。と、祖母は毎朝仏壇の祖父にお経をあげている。小人会議。会社の先輩から聞いた話です。ある日の夜、金縛りにあったのですが、いつもとなんか違う雰囲気で、ガヤガヤ話し声が聞こえます。本人もこれはさすがにヤバいと思い、少しだけ薄目を開けてみると、そこには、たくさんの5センチくらいの人間が、先輩の体の上に乗って会話していたのです。小さい声で途切れ途切れにしか聞こえなかったらしいですが、今後の政治が、安倍さんは、とか、親父臭い内容だったらしいです。そのまま10分くらいして、先輩はもう慣れてしまいずっと小さい人間たちを見てたら、そのうちの一人が先輩を見て、バレた？みんな逃げろ。と言った瞬間、バッと人間たちが消えて、先輩の金縛りも解けたとのことです。話は終わりです。長々とすみませんでした。でも、あれは何だったんでしょうか。妖精さんにまで心配される。日本の政治って一体。朝まで生テレビの収録です。国会かな？小さい奴の中に、寝てる奴がいたら国会。